ビニールパック入りのハギスハギスは、羊の内臓を羊の胃袋に詰めて茹でた、スコットランドの伝統料理。スコッチウイスキーをベースにしたソースをあしらった、ハギスのプディング茹でた羊の内臓のミンチ、オート麦、玉ねぎ、ハーブを刻み、牛脂と共に羊の胃袋に詰めて茹でるか蒸したプディングの一種である。様々なバリエーションが存在し、内臓は種として肝臓が使われるが、 心臓や腎臓を使う場合も多い。近年では、故障などの香辛料を使うことが一般的となっている。こってりしており、スコッチウイスキーと共に強制られる。ウイスキーを振りかけて食べることも多い。1月25日のバーンズナイトでは、バグパイパーに引き入られた一団により、ハギスとウイスキーがもたらされ、バーンズの作詞したハギスに捧げる歌を歌い上げる儀式を取り行い、 伝統的なメインディッシュとして供される。スコットランドでは一般的な食べ物で既製品を肉屋で購入できる。近年では動物の胃袋の代わりにビニールで包んだ商品や缶詰などもあり、ベジタリアン用の野菜で作られたハギスも存在する。ハギスに限らず動物の草物料理は古今東西を問わず各民族において一般的であり、こうは調理法。 味付けによるものであることが多い。伝説上のハギスの見本。グラスコーのケルビングローブ博物館に、デンジスコットランドで古来より存在が信じられている伝説の生物。ハイランド地方の山中に密かに生息し、満月の夜に心の清らかなものだけが目撃できるとされ、くちばしを持ち全身が毛で覆われて、丸っこいカモノハシのような姿であったり、 長い三本足で素早く動き回ったりなど様々な姿が言い伝えられている。前項の肉料理は見た目があまり良くないことから、この伝説の動物の肉を使っているのだという冗談の種にもされる。毎年末には、ハギスハントという創作イベントが開催されている。ありがとうございます。